今日はですね、グラウジーズのゲームを見に、お友達を迎えに、お友達イエーイ。お友達映って大丈夫ですか？大丈夫。富山来たらまずい人いますか？大丈夫です。来てまずい人いません。イエーイ。お迎えに上がりました。というわけで、グラウジーズ対、川崎ブレイブサンダースを今日は見に行きまーす。なんで見に行くかは、後でまた進みまーす。イエーイ。はい、本日はですね、この真ん中のシートがゴージャス仕様、トヨタ、アルファードエグゼクティブラウンジでお迎えに上がりました、はい、でお困りの宿はグラウジーズのゲームを見るときは結構ここおすすめしてます、カナルパークさん。グラウジーズのパートナーもされてますよね。はい、まあ、駅まで歩いて5分、会場も歩いて5分、とってもいいようこそお友達ガーマでーす。グランドガレージのタケくんでーす。千葉から遊びに来てくれました。いやーありがとうございます。ちょっとお店見てもらってからのバスケの応援に行きまーす。タケちゃん頑張って、篠山さんも頑張ってね。富山でオールスターあった時に、本当に来てたのはそれなんです。白いのと黒いの。会社で YouTube 見てもらってます。 YouTube の登録もしてね。イエーイ。そろそろ時間が迫ってきたんで行きますか。はい、さあというわけでお友達とやってまいりました。富山グラウジーズのホームコート富山市総合体育センター。はい、いっぱいです。いっぱいです。チケットソールドらしいです。はい、すみません、お願いします。どうしましょう、ザクッと持ってきますか。はい、プレゼントとチャンスございます。はい、ありがとうございます。こんな感じです。パートナークラブ。はい、はい、こんな感じの。所持品の紛失などであらかじめご了承ください。はい、今日は勝率 100% ホームだけどアウェーのユニフォームで応援します。さあ頑張れグラウジーズ。はい、ジョシュさんと大塚くん、久しぶりみたいな感じですかね。まあ、文化さん登場からのジョさん、わお、すげえな。わお、わお、ありがとうございます。うちの水戸たけちゃん勝ってね。たけちゃん頑張れ。はい、国内でも好きな選手の代表格篠山くん、でも今日は頑張んないでね。イエーイ。Number 72, Julian Hubbard. Number 73.
はい、ノンアルコールビールいただきました。ノンアルコールビール。グラキエマントしとる。マント、これ何マント？サンタクロース、なんだ、グラッキーマント。おう、グラッキーマン、グラッキーマン、イエーイイエーイ、グラッキーマンです、イエーイ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 。3対3、なんか今までで見たことない立ち上がりです。頑張れグラウジー。はい、前半終わって56対45、強豪の川崎相手になんとなんと11点差で前半を終えてます。これは今日もいけるんじゃないですかね。北電のマスコットなんだ。こんにちは、リクコです。リクコ。お友達がいっぱいで嬉しいわ。リクコ。うまいっすよ。冬はめっちゃうまいっす。3クォーター終わって70対69ですね。これはどうなるんだろう。でも最後はタケちゃんがやってくれると思います。マイちゃんも調子いいし、ジョーさんもいい感じ。ジョーシュもソロモンも頑張ってください。そしてマブンコさん期待してますよ。頑張れ。あ、そうだ、橋本くんいい動きしてます。頑張ってね。すごい。どっちも
友達いるんですげえやりにくいけど頑張れクラウジー、イエーイ。残り何秒これ、残り10秒でクラウジーズ1点差で勝ってます。頑張れ。コスパのいいゲームになってます。延長でーす。オーバータイムマリちゃんからでまあ、前半非常にいいジャンプスタートして、まあバスケットという波があるスポーツなので、第3クォーターかわいい、そうですね、まあ、何度も勝てるシーンあったと思うんですけど、自分たちのフリースローだったりターンも、まあ、1回も疲れて負けてしまったので、しっかり最後まで気を引き締めて勝ちたいと思います。まあ、20点、30点つけるつもりで戦うので、また会場に足を運んで応援してください。お願いします。明日はリベンジしましょう。でしたね。明日はグラウジに勝ってもらいましょう。明日見たくなっちゃいましたこれ。というわけで本日はお友達と富山グラウジのゲームを見に来ました。結果は富山ちょっと残念でした。いいゲームでした。はい、今度千葉にあれだね、リベンジ見に行かなきゃね。ジェッツですか。そう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 、勝たんきゃ勝たんきゃみたいな。楽しみにしてます。はい、フェラーリ 599GTO、 お値段はなんと言えません。はい、お友達到着です。富山のルシェーロさん、貸し切りです。今の、はい、LINE 送ったんですけど、あれですね、篠山翔でしたね。篠山翔でした。何してくれるんですか篠山さん、本当にもう、はい、なんかすげー面白いゲームになるから見ててねって言われたらしいんで見ちゃいましたよ。もう本当にもう明日は勝ちますよ。これ美味しいご飯食べて、今日ははい、富山楽しんでてください。ツタと山崎とパスタも口の周りいただきやすい。ナスとチョコンちゃん持ってきます。いやいやいや、月100意味牛タリアータ入りました。ね、タリアータってどういう意味でしたか。薄切りのステーキだと思います。はい、ババチャップ、え、あ、メスイポーデザートです。これで終わりです。はい、フェラーリ 599GTO、 599はね、まあ買おうと思ったら買えるんですけど、 GTO はないのとかっこいい、ちょっと違いを言うと、もうボンネットの形違うんですよね。でもバンパーの形状も違うんです。正直599はそんなにかっこいいなと思わなかったんだけど、 GTO ビートビックリ、めちゃくちゃかっこいいっす。かっこいいからの、はい、世界に1台のなんか2分の1のスケールモデルらしいです。はい、カフェレストランルシェルド来てねー。勝手に営業部長やってまーす。では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 、楽しい楽しい、グラウジーズ VS 川崎ブレイブサンダースからのお食事会終了。ではではでは、皆さんまたね、お疲れ様です。バイバイ。あけちゃんの応援に行きたいんですけど、今日はうちのライア君の応援頑張ってます。頑張れライア、頑張れライア。
はい、今日はライア君の北信越大会ベスト8見れました。バスケットは携帯でチェックです。かけちゃん勝ちそうでよかったです。ではでは。